2006年夏、半世紀の時を超え、ついに夢のミュージカルが誕生する。リボンの騎士ザ・ミュージカル。出演はモーニング娘。と美優伝。さらにこの3人も特別出演として参加。原作は漫画の神様手塚治虫。この物語は男と女2つの魂を持って生まれた主人公サファイアが、女であることを隠しながら王子として活躍する傑作ファンタジー。いよいよ迫った8月の公演に向け、稽古は連日行われていた。昨日とか消えてしまった。ハードなスケジュールの合間を縫って稽古を続けるメンバーたち。6でもないからだよ。でもあの子、そんな中、今回のミュージカルに並々ならぬ熱意を見せるメンバーがいた。主人公サファイアを演じる高橋愛。手塚治虫が描いた不朽の名作への挑戦。誰もが知っている永遠のヒロインを演じ、主人公として舞台を引っ張らなければならない高橋にプレッシャーはないのだろうか。ああ、どうしようどうしようとか、やっぱり責任重大っていうか、ちょっと頑張んないとって、はい。19歳の少女に重くのしかかるプレッシャー。大好きな歌のレッスンでもその重圧が彼女を苦しめる。今さ、マジュさん歌ってらっしゃるときにちゃんと譜面見てらっしゃるんだけど、こっからこっちへちゃんと見てくださってるでしょ。それを真似してくれるね。それをもうやっていかないと、はい、間に合わないよ。はい、ね、もう一回優しさを。高橋への厳しい指摘。役柄になりきって歌うマルシアと、歌うことだけに精一杯の高橋。確かに二人の歌い方は全く異なっていた。どうすればいいのか。休憩中も歌のことが頭から離れない。彼女に触発されるように、他のメンバーの稽古にも熱が入ってきた。1万人くらい集めよう。そんな彼女たちを演出木村はこう評価する。とても能力と才能のある女性たちだと。一般の観客の方々にもそのことが分かるぐらいなところまで公演は煮詰めていければいいなと願っています。歌に悩み続ける高橋は個人レッスンを受けることに。そこです。あの音、違う、ごめん、もう一回いきます。今の自分にできるのはレッスンだけ。まるで自分にそう言い聞かせるように歌い続ける。そこには今まで活躍していたトップアイドルとしての地位や誇りは一切なく、このミュージカルにかけるただ一人の少女がいた。高橋の試練はまだ始まったばかり。一つの舞台を作り上げようとする出演者それぞれの思い。自分の重みで落ちて潰れるだけだ。何も信じられない。サファイアが恋をするフランツ王子役の石川梨花は、モーニング娘。と美優伝とで作り上げていくものを素直になんか楽しんでもらえたらいいかなって。宝塚の現役男役であるエビラは立ち振る舞いなどのアドバイスも。大きな舞台でどういう風に見えるかっていうのは一応経験はしているので、そういうのがお手伝いできればいいなと思って。そして高橋との共演が最も多い王妃役のマルシアは、あなただけでも生き延びて。やっぱりチームワークは大事なので、より強い何かを作っていいものを伝えていきたいなと思います。やっぱり夏休みなので、あの小さいお子ちゃまとかお母さんとか、あとおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな人に見てもらいたいなと思います。リボンの騎士ザ・ミュージカルは2006年夏上演。チケットはただいま好評発売中。お問い合わせはご覧のところまで。